成長メハヤトです。ご視聴いただきありがとうございます。結構久しぶりですが、アクリルのイラストレーションをご覧いただきます。今回、今回もっていう感じですかね。途中でどんどんなんか、泥沼にはまった感じで、コロコロ絵が変わっていきますが、なんかやっぱイラストレーターとしては途中の線書きぐらいで止めておくぐらいのがいい頃合いなんだと思うんですけれども、なんかそこで止めれない差がというか、なんか説明ですね。なんかコメント欄でこの辺で止めた方が良かったのにっていうご意見がありましたら、秒数やなんかを書き込みいただけると、参考になります。それでは最後までどうぞごゆっくりご覧ください。長目隼人でした。Thank you.
ー。